子先生、どういう経歴で茶の道に入られたんですかね。実は日本からカナダに来るまではお茶勉強したことはなくて、着物は興味がありましたので、大学時代に着付けの免許は取ったんですね。そしてこちらに来て、初めて新渡戸庭園に行った時にちょうどお茶会を開いてまして、たまたまなんですけど、そこで、あ、こんなに奥の深い茶道を今まで勉強してこなかったなんてもったいないと思って、すぐにお茶習いたいんですって言って紹介してくださったのが UBC の近くに住む境野先生という方で、今でも月に1回お稽古に通わせていただいてます。それがきっかけですね。たまたまそのうまい具合にお茶会してる時に新渡戸庭園に行って、良い先生と巡り合って26年ぐらいでしょうか、続けてこれました。じゃあまさかのバンクーバーで始められたんですか。はい、私お茶ってね、絶対日本で始めなきゃいけないと思ってたんですけど、じゃあ世界中どこでも、はい、何カ国にも渡って支店、なんていうの、ブランチがありますので、どこの国に行っても大体大きな国でしたら裏千家学校があります。はあ、びっくり。そうなんですか。はい、じゃあもうお茶の道に入られてもう何年ってこと？26年7年ぐらいでしょうか。それでもまだ学ぶことが、はい、一生勉強だと思ってます。一生ですか。はい、そして私をこうやってお教えできるなんて思ったこともなくて、たまたまここに引っ越してきた時に裏庭が空いてたのでお茶室を建ててお庭も作っていただいて、そしてなんて言うんでしょう、ここにお茶室があるから教えられますかって言われて、それから少しずつお弟子さんが増えていって、今は25人ぐらいいらっしゃるんですけども、はい、ですからこうあれよあれよという間にお教えする立場になって、ますます勉強しないとって、こういかに自分が無知でよく分かってないのかっていうのは勉強すればするほど分かってくるので、すごい長い奥が深すぎて、はい、そうね、なんかもうお作法を覚えるだけでも大変だなと思ったんですけど、でもね、さっきも掛け軸のお勉強、はい、そうですね、他にもいっぱいお勉強することがあるんですね。そうですね、いろんな文化、日本のいいところを凝縮したのが茶道だと思ってまして、先ほど申し上げたように今経験していただいたのは本当にお茶会とかお茶事の中のごく一部だったんですよね。お茶事っていうのはお食事を含む正式な茶会のことで、まあ、4時間ぐらいかかるんですけども、最初にお炭を入れてお湯を沸かして、まあ、風呂と炉の季節ではちょっと順序が違うんですけども、まあ、お湯を沸かしてその間にフルコースのお食事を出すんですね。ご飯とお味噌汁とこの向こう漬けといって、夏の暑い時じゃなければお刺身を出して、あと椀物、焼き物、蒸し物、まあ、あと甲の物とかいろいろお出しします。それ先生が作られるんですか。ここでは注文できないので自分で一応作ります。お料理の勉強まで入ってきちゃう。そうですね、まあ、お料理は自己流ですけども、でも普通の家庭料理をちょっと手を加えて作るだけなので、そんなに特別なものではないんですね。で、そのお食事と一緒にお酒もお出しします。はい、その後におもがしって言ってちょっとウェットなお菓子ですよね。先ほどお出しした、ね、キントンとか練り切りとかそういうのを出して、次にお濃茶っていうのをいただくんですけど、お濃茶は一つのお茶碗をお客様同士で回し飲みします。まあ、昔の侍がお茶を飲んでた時を想像していただければ分かりますけど、一度戦に出るとまた戻ってこれるか分からないということで、まあ、一番のお抹茶を皆さんでいただくっていうのはとっても意味があったと思います。一期一会って言われるように、本当に私たちこの一瞬一瞬がとっても大切なものなので、それを考えることができるのが茶道なんですよね。はい、でそのお濃茶が終わった後にお干菓子、ちょっと乾いたお菓子と薄茶をいただいて、まあ、その間に休憩とあと炭を直したりあるんですけど、全体的に4時間ぐらい。4時間。はい、でももてなす方はですね、1ヶ月ぐらい前からもうちゃんと準備を始めていて、もうこのお茶会お茶事をするって決めたら、お客様にこのご招待状を筆でしたためるわけです。
書道もされるんですか。はい、あの下手ですけども、まあ、あのコンピューターで送るよりは自分の手書きの方が心がこもってると思いますので、こう手書きでお送りして、そしてお客様の方も伺いますとか伺いませんっていうお返事を、これもまあ手書きでこうお出しするわけです。はい、うわすごい。あとお道具ね、その季節にあったお道具何を使うかしらとか、あの何のお料理作ろうかとか、まあ、いろいろ考えることはありますけども。じゃあ今でもそのお茶事はここでされてるんですか。はい、してます。はい、あのだいたい自分のお弟子さんのためにすることが多かったんですけど、コロナの間にその体験してみたいという方が結構いらっしゃって、ですから全く知らない方も一応そのお茶事を経験していただくような場も設けてます。素晴らしいですよね、こういう経験って、はい、まさかここでできるなんてって。もともと私がこちらで先生について学んだので、あの日本を離れてるから余計にこう良さがわかるっていうんですかね。あとあまりこうお道具をに凝ったりとかですね、お金を持ってる方は本当に何て言うんでしょう、そういうふうな芸術家の方をサポートするためにも高価なものを買ってもいいと思うんですけど、私はそこまで裕福ではないので、まあ、あるものでいかにお客様に喜んでもらうかっていうのを、はい、あとはお食事もお菓子も一応手作りして、日本だと高級な料亭とかからね、お料理人、料理人の方呼んで作っていただいたり、和菓子屋さんも美味しいところがいっぱいあるので、そういう手間は日本ではかからないと思うんですけど、そこをあの走ることができないっていうのがかえっていいのかしらと思ってます。うんうん、本当にそう思います。すべてもう心からのおもてなしで、手間暇で時間かけて、はい、そうですね、お客様をいかにこうおもてなしするかっていうのを考えてですよね、すべてが。はい、あと茶道はなんて言うんでしょう、一方通行ではなくて、このおもてなしの押し売りではなく、そのお客様にもそのおもてなしを受ける心構えっていうんですかね。だからこう美味しかったですとか、あのいかがですかとか、なんて言うんでしょう、あとは今日お一人でしたけども、もし他にお客様がいらっしゃったら、必ずご自分がいただく前にお先にってお隣のいただいてない方に言いますし、もういただかれた方には、まあ、もう一服いかがですかとか、お商売いたしますとかですね、一言声をかけるんですよね。だからこう周りへの気遣いっていうんでしょうか、自分のことだけじゃなくて他の人のことも気遣ってあげるっていうのが自然に身につきます。すごいですね。なんか子供がいたら、はい、もう小さい時から茶道は茶道させたかったなって遅くないです、はい、あーそうですか、ね、はい、あのうちのお弟子さんは高校生の頃から始められた人もいますし、上は80近い方もいるので、年齢はもう全く関係なく、はい、うん、遅くないですね。じゃあ今から、あ、全然でも覚えられないと思いましたあの左右とかね、あの出るときはまたとかね、何年されてもなかなか身につかないこともありますけど、でもそこが全てではないので、はい、確かに所作とかお作法必要ですけども、うん、自然に身についていけばいいと思います。はい、あと日本でもし学ばれるんだったら、きっと先生方はこれはこういう理由でとか何も言わずに、あのこれはこうだからってこうしなさいって、でもそれが優しさでもあると思うんですね。あまり1から10までこういう意味があってこういうことしてますっていうと、お弟子さんの考える力がつかないので、でもこちらの方は必ずどうしてどうして why とかで行くので、うんうん、私も一応お答えしますけども、本当はあの自分で学んでいくのがいいのかなと思うので、その塩梅は難しいですね。